今日は電車でお出かけだ。楽しいな。でも電車に乗るときにも危険がいっぱいねばよ。生きるか死ぬかクイズ、危険な電車編。あ、電車が発車しちゃう。あの電車に乗らないと間に合わないんだよ。第1問、乗ろうとしていた電車が発車しそう。こんな時はどうすればいい？1、時間に間に合わなかったら大変、走って乗る。2、次の電車を待てばいい。3、たとえドアが閉まって間に合わなくても窓を突き破って乗ればいい。命がかかってるねばよ。5秒で答えるねば。正解は2ねば。これは簡単だよね。たとえ時間に遅れそうでも駅で走っちゃダメ。怪我したら大変だからね。そうねばね。1みたいに無理に乗ったりすると自分が怪我するだけじゃなくて電車の発車時間を遅らせることにもなるねば。他の人にも迷惑がかかるってことだね。そういうことねばね。あと3は危ないし、迷惑かかるし、電車破壊してるし、そもそも血まみれになってるし、めちゃくちゃだね。あ、次の電車が来るみたいだね。まもなく電車が到着します。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。第2問、このアナウンスが流れたら黄色い点字ブロックのどこまで下がればいい？1、黄色い点字ブロックの上まで。2、黄色い点字ブロックのホームの内側まで。3、ホームの内側まで下がって電車と相撲。命がかかってるねばよ。5秒で答えるねば。正解はこれも2ねば。黄色い点字ブロックは目の不自由な人がその形を足の裏や杖で確認しながら歩くために設置されてるんだよね。その通りねば。だから1みたいに点字ブロックの上に立ってると邪魔になるねばよ。ちなみにこの点字ブロックだと丸い方が線路側、棒の方がホーム側という意味ねば。へえ、そうなんだ。これは目の見えない人にとっては大事な情報だね。っていうか3はどう考えてもおかしいでしょ。なんで相撲を取るのよ。ホームで遊んだりしたら絶対ダメだからね。うわー急ブレーキだ。最終問題、電車で事故が起こった時危険度が低いと言われている車両はどれ。1、先頭車両。2、モーターがついてる車両。3、電車の上。命はかかってるねばよ。5秒で答えるねば。正解はこれも2ねば。今回の正解2ばっかりだね。でもどうしてモーターがついてる車両だと危険度が低いの？それはモーターがついてるから他の車両よりも重くなってて揺れに強いからねば。だから衝突や脱線など事故が起こった時危険度が低いということになるねばよ。そうなんだ。でもどこにモーターがついているかなんて普通の人はわからないでしょ。 JR の電車や地鉄の一部では車両側面にモーターという形式が書かれていて、このモがモーターのある車両という目印になってるねばよ。でも
毎回モーターがついてる車両に乗れるとは限らないよね。そうねばね。そんな時に事故が起こったら、とにかく乗務員さんの指示に従うのが一番ねば。くれぐれも勝手にドアや窓を開けて電車の外に出たりしない方がいいねばね。あと3はさ、サーフィンじゃないんだから、事故が起こるとか以前の問題でしょ。みんな今日もいっぱい学んで生きる力伸びたねばね。電車乗ってたらこうやってドアの横から意地でも動かない人っているよね。邪魔だからやめてほしいよね。ネバネバ TV を見てくれてありがとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。